はい、こんにちは。今日はポジティブシンキングを生かす5つのポイントっていうことでお話をしていきます。どうです、皆さんはどちらかというと楽観的な方でしょうか、それとも悲観的な方でしょうか。僕はどっちかっていうと楽観でもなくて悲観的なんですよね。あの、だからこう何でもかんでもこうポジティブに捉えられる人っていうのはもうちょっと羨ましいなと思ったりする一方で、やっぱりポジティブシンキングでいすぎるがゆえに起こってしまう悪影響っていうのもあったりするので、せっかくこう前向きにポジティブに物事を捉えていくようにするのであれば、まあ、今から言う5つのポイントにぜひ気をつけていただけると、そのポジティブさ、前向きさっていうのはものすごく生かされますよっていう話です。なので僕自身もこれを読んでちょっと気が楽になったと言いますか、自分が悲観的だっていうことに別にマイナスだと思ったことはないんですけど、無理やりポジティブになろうとも思ったことがなくて、でもこれに気をつけていく、いって成果がしっかりと出るんだったら前向きに物事を考えるのも非常にいいなぁなんていうふうに思ったので、僕自身もぜひ実践していこうかなというふうに思いますので、まあ、一緒に学ぶ友と仲間として皆さんにも共有をしていきたいと思います。まず一つ目がですね、いきなりこんな話って思うんですけど、ポジティブシンキングの方に忠告です。ポジティブに考えてはいけない。僕もこれ読んで、一発目にと思って、あ、ポジティブに考えちゃいけないんだポジティブシンキングな人はと思ったんですけど、これが何かというと、そのいいことはいいって捉えていいんですよ。ところがこうなんか自分にとってマイナスなことが起こったりとか、ネガティブな感情や思考が思い浮かんでしまった時に、それを無理くり、いやでもこれは何かいいことが起こる前触れだ、前兆だっていうふうに思ってしまうことがダメですよと。つまり自分が感じているその感情に逆らわなくていいですよっていうことが言いたいっていう話なんですよね。だからむしろマイナスなことを思っている、例えば誰かにいじめられてしまったとか、仕事でうまくいかなかったとか、学校の成績が下がってしまったとかってなった時に、その負に思っている感情っていうのを無理くり、いやでもこれはあと10点伸ばすためのチャンスなんだとか、仕事のミスを生かして次こそ成功しようっていう風にこう無理くりその自分の感情を否定してしまうと、反対により否定的な感情に支配されやすくなってしまいますので、そこにぜひ注意していただきたいというお話になります。はい、いきなり一発目でっていう話でしたよね。僕も思いました。で、続いて2つ目ですね、大きな夢や目標を持ってはいけないと。もうこれの前のくらいの動画に、目標設定をしろとか夢を持てっていうのはあなたにとってはもしかしたら必要じゃないかもしれないっていうお話をしたんですけれども、ぜひそちらの動画を見ていただけたらと思うんですが、それを強制的にやってしまうと逆効果になってしまうっていうお話なんですよ。だから何をしたらいいのかわからないっていう不安を、皆さん自身も日常の中で何をしたらいいかなとか、学校でどう過ごしたらいいかなとか、仕事どうやったらいいかなっていうふうに漠然と思っている不安っていうものを、とりあえず目標さえ立ててそこに向かっていけばなんとかできるっていうふうにごまかしてしまうと、創造性を下げてしまうと、あるいは創造性だけではなくて皆さん自身の行動力っていうのも下げてしまう、モチベーションも下げてしまうっていう結果になってしまうので、大きな目標や夢を持つことは大事だっていう言葉に騙されないように、1つか、まあ、2つか、分からないですけど、ちょっと前の動画にそういう話をしましたんで、そちらを見ていただいて、あなたにとって目標を立てることは果たして必要なのかどうなのか、必要じゃないのかっていうことを考えてみていただけたらと思います。続いて3つ目、仕事を楽しもうとしてはいけない。はい、これは僕は納得ですね。仕事は楽しいかどうかじゃなくてないですね。楽しいとも思ったことないですし、仕事やってて喜びを感じたこともないというところなんですけど、まあ、仕事は仕事として、まあ、プロ意識でやっていくしかないと思っている人間なので、まあ、それはいいとしてですね、まあ、仕事に感情を持とうとすると、どちらかというとマイナスの感情が目立ちやすくなるんですよ。なぜかっていうと、つまらなさが目立つんですよね。仕事は仕事って割り切るのが大事なんですけれども、こうなんか自分がですね、そのメインで例えばプレゼンするのが得意な人だったらプレゼンをやることとか、営業するのが得意だったら営業することとか、あるいはそのプログラミングをするのが好きな人だったらプログラミングとかっていうので、いろんなこう仕事がある中で、あのメインで自分がこう取り組んでて楽しいなって思う瞬間っていうのはほんのごく一部なんですよ。1日の中とか1年間の中とかって、そのごくわずかな部分のために仕事に準備一生懸命やってしまうと、つまらないな、これなんであんな準備したのに5分しかプレゼンの時間ないんだろうとかってなってしまうと、もう面白くない、やめてしまおう、次行こうってなってしまうので、仕事を楽しもうっていう感情は一旦排除した方がいいですよっていうお話です。続いて4つ目、プライドにこだわらないと。まあ、自信を持てってよく言われるじゃないですか。あなたはできる子なんだから自信を持ちましょうとかっていろんな人に言われてるかもしれないんですけれども、しかし自信がそもそもないのに、自信を持つためのそのエビデンスを自分がそもそも感じてないのに、なんで自信を持たなくちゃいけないんだというふうになってしまって、逆効果なんですよ。かえって、あ、自信がない、でもなんとか自信を持ってるように見せようっていうふうに頑張ってしまうことで、メンタルがどんどん削られてしまって、
モチベーションも下がって、やる気もなくなって、そしてさらなる自信喪失っていう風になってしまいます。自信は別に持たなくても大丈夫ですよと、プライドにこだわらなくていいですよという、そういうお話です。林修先生なんかっていうのは、東大に受かりやすい人の傾向っていうのは何ですかっていうのを情熱大陸でこうスタッフが聞いた場面があったんですけど、横綱相撲が取れるっていう風に言ったんですよ。これ何かっていうと、こうある程度のところまでは我流でいけるんですね。こうやって相撲を取って、こうやってひっくり返したら勝てると。ところがなかなかその勝てなくなってきて、どうやったらいいかなっていう風で、勝てるようになる人と勝てないままの人っていうのは、勝てないままって人は頑固なんですよ。自分のやり方を貫いてしまうと。一方で横綱になるような、まあ、要は東大とかに合格するような人たちっていうのは、こう自分がうまく成績上げられなくなりましたってなった時に、こういう勉強の仕方もあるよとか、こういうことを勉強してみたら、こういう学び方をしてみたらいいよっていう風にアドバイスをされてる。あ、そういうやり方もあるんですね、ぜひチャレンジしてみますっていう風に柔軟に人の意見を受け入れることができるんですね。そういう風に吸収した力っていうのを、もともと持っている自分のポテンシャルと組み合わせて、まあ、掛け算していったら、どんどんものすごい力になっていくというようなところですんで、ぜひですね、自分が自信持てって言われて、なかなかそうはなれないってなった時には、まずは人からアドバイスを受けるっていうのも手だと思います。続いて最後5つ目、ネガティブな人を避けないです。はい、コーチングのお話をしているとですね、よくドリームキラーって言って、あなたが目標を立てます、そしたらその目標達成のために妨げてくるような人たちっていうのは必ず現れてくるんですよ。例えばダイエットを始めるってなった時に、横でハンバーガーを美味しそうにむしゃむしゃ食べている人とか、あるいは俺は断じタバコはもう二度と吸わんっていう風にしときながら、隣で、とかっていうような人が横に現れてしまうと、横の人たちをドリームキラーって言うんですけれども、目標を達成する、あるいはいいことを考えていくポジティブシンキングになるにあたって、その未来への不安とか、あるいは失敗体験っていうのは結構序盤に経験をしておいた方がいいんですよね。未来不安に関しては序盤に持っておいた方がいいんですよ。でそれを克服して払拭していくプロセスを得ることによって、どんなことがあっても前向きに考える強い力が身についたりとか、自分自身が持てたりっていう風にありますんで、ぜひあなたを否定してくる人っていうことから避けるのではなくて、その与えてくるような逆境を跳ね返す力の糧にするっていう風に考えて接していただけたらなという風に思います。ただ勘違いしないでほしいのは、あなたの命を脅かすとか存在そのものを否定してくるっていうのは、またそれは話は別になりますから、そういう人たちはもうあなたの環境からも排除してもらって全然問題はないです。はい、ということで結論言うと、ポジティブっていいものなんですよ。ポジティブシンキングっていいものですし、前向きに考えることっていうのも非常にいいことです。アドレナリンを出してくれるんで、あなた自身の行動力を上げてくれて、いい体験ができたりとか、あなたのスキル知識っていうのを高めていってくれるものなんですよ。ただその前向きに考えなくちゃいけない、ポジティブシンキングでなくちゃいけないっていう風に縛られてしまうと、その力っていうのは逆方向に走っていってしまうので、今言ったような5つのポイントっていうのを意識して、ぜひ考え方を固めていっていただけたらなという風に思います。はい、ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。